わ、ひでえ。え、マジ？気持ち悪い。出てたわけじゃなくて、通りかかったら偶然。大丈夫か？三尾は気持ち悪くないの？何を？やけど。そんなの全然だよ。そりゃディオナにとっては大きな悩みかもしれないけど。でもさ、ほら、俺なんて日焼けも火傷もしてないのに真っ黒なんだよ。その方がもっと変じゃない？ね？笑えない？ごめんね。どうしたの？おじさん？タイチ、あいつ最近よく見かけるよな。誰なんだろう？知らねえ。仲間に入りたいんじゃないかな。さ、え？
手加減しないぜ。
ちょっと。もう。失礼します。ちょっと。え？で。上級生の橋本くん。え？まさか。ちょっと、あなた話があるわよ。今の一体どういうこと？はっきりと言わないと。あなた、いや、これはあなた教師でしょ。一体子供にどんな教育をしてるの？早く良くなってよ。まだまだいっぱい教えてやるから、野球。どうしたのおじさん、その格好。実は今日から1週間くらい東京に行く。マジかよ。いいの？私も行きたい。そうだよ、一緒に連れてってよ。私も行きたい。みんなで行こうよ。聞いてくれ、旅行に行くわけじゃないんだ。どうしても東京に行ってやらなきゃならないことがあるんだ。俺が留守にする間、朝顔には新しい友達に来てもらうことにした。誰サキだ。訳あって話をすることができない。マジで？今サキのお父さんは怪我をして病院に入院している。だからしばらくの間うちで預かることにした。どうだお前たち、仲良くできるか。
り前じゃん。よろしくね、さきちゃん。よろしくな。はじめまして。よろしくね。私、エリック。俺、タイチって言うんだ。よろしくね。よろしくな。俺、ミツオって言うんだ。俺、コウジって言うんだ。ないな。ねえ。置いてかないでよ。あっ。